ディズニーランドリゾートピアは、香港の深海大所ヤマペニー湾の香港、ディズニーランドリゾート内にある、交通機関である。ウォルトディズニーイマジニアリングによってレトロで、エレガントな装飾が施された、ビクトリア朝様式で設計されている。また、走行中に、三橋は、東と西の道に分かれており、合計三つの登場橋が設置されている。 ディズニーパークスエクスペリエンスプロダクツは当初、桟橋の設置を計画してから建設された。また、フェリーのターミナルは2013年6月にオープンし、ウォルトディズニーカンパニーはオープン時にフェリーからのクルーズ観光ゲスト、研究出荷企業の数との間のこの接触を分割するため、2012年に考案し、香港ディズニーランドリゾートとのフェリーの航路を実現。 香港ディズニーランドリゾートにクルーズ客を送迎している。2016年11月15日、スターフェリーはチムシャツイスターフェリーターミナルとの間でチムシャツイからディズニーへのルートを開始すると発表し、このルートは11年ぶりにディズニーターミナルで使用される最初のフェリールートになった。ありがとうございます。